わ、バス来た、バス来た、バス来た。映ってます？うわあ！当たりでした。九州市のここ最近の状況としては台風が通り過ぎて、一気に増水と、濁りが入って水温は若干下がったんですけど、それでも上流域でだいたい26、7度で、中流下流になるほど水温が高くなる状況で、30度近くは今ある状況です。ただ朝夕ちょっとね涼しくはなってきたんで、この朝のフィーディングタイムってちょっと横にも反応がいいんじゃないのかなと思ってるんですが、すごい流れが速くなりましたね。はい、移動してきました。中流の、橋脚に、ちょっとこう足が絡んでるようなところを、ドライブビーバーのテキサスで狙っていきます。うわ、バス来た、バス来た。でかい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 。うわ、めっちゃ来た。うわ、これすげえ。めっちゃ回遊してますね。4本来ましたもん。クルージング日和なのかかってねえ、日が照ってないんで。はい、移動してきまして、あ、バス折った、速攻いましたよ。よっしゃー、はいはい、47、8あるか、長いなね。はい、
48です。よいしょ、ピロツさん、まあ、ちょうどインレットの脇のちょうど全然流れがよれてて、流れが止まってるようなところで、あの結構いいバスがステイしてたんですけども、まあ、最初は HP バグの、脳進化、まあ、これをアプローチして、で最初草に引っ掛けて提灯 でそれでも全然反応しなかったんで、まあ、沈めたんですけども、まあ、それでも反応しなかったんで、あちょっと今日朝からね、結構魚がちらほら見えるんですけども、動きがすごい速くて、ちょっとこういう沈む虫系じゃないのかなっていう感じがもうずっとあったんです。で、まあ、クローラーの 4.5 の脳進化脇に変えるともう一撃でした、ね。まあ、ひょっとしたらこの天気でちょっと動ける状態になっているかもしれないんで、まあ、ベイト系がひょっとしたらメインに、気にしてるのかなっていう感じなんで、今日はでもクローラーとかがほんまええかもしれんすね。今のはもうボトムとかやるけど、いやもうピクこう表層ピクピクでずっと見せておいて、最後ちょっと離れたところにフォールさせたらもうスーッてこう泳いでて、でポンって食ったんで、やっぱ周りにあれ結構ベイトがいるんでね、あれやっぱり何かのタイミングで多分食ってるんだろうなっていう。かめっちゃでかい、おろ超絶でかい、あれ取ったら優勝ですよ。うわ逃げた、うわ口使ったのに、なんで逃げるの、ショックやな。見えたよ。え、見えました、魚が出てきて、なんかピュッって言ったでしょ。はい、昨日は一日満水日だって、まあ今日は1メーター近く、まあ、減衰している状況からスタートっていうことで、まあエリアは、昨日と同じような場所を、まあ、狙っていくんですけど、まあただちょっと攻め方であったりとかタイミングっていうのは昨日と違うので、まあその辺考えながら釣っていきたいと思います。はい、今日はジグヘッドワッキー、いやネコリグス0.9g でボトム付近のもうほぼスイミングですね。おいいサイズ、うわすげえ、後ろ2匹も見えます、あれ魚、あーバレた、あー遊びすぎたくそー、そうだろう、すいません、いやちょっとでも流れと反転流のちょうど境のところに投げて、あの流れに乗っけてこうスイミングスでボトム取らずに、あやってもった、14g のフリーリグでドライブビーバーの4インチです。うん、
しゃー、来たぜやっと来たぜ。殺したないやマジで殺したほう、なかなかすげえいい当たりでした4号ありますね、ありがとうさん。完全リアクションでしたね。結構近いところだけど、いやもうそこの一番テトラの始まり、表面の当たるに、うん、当たってぐらいのところ、すげえ浅いですけど、でも14グラムフリーリグこうポンって乗り越えてソーンと落ちた瞬間ゴーン。はい、今日使ってたのが、14グラムっていうヘビーな、フリーリグで、使ったワームがドライブビーバーの、今回は4インチ。まあ使ったシチュエーションっていうのが、まあ、こういう風なテトラであったりとかリップラップで、通常では、まあ、おかっぱりで例えば、テキサスリグの、5グラムとか7グラムとか、まあ、そういうテキサスリグとかが結構根掛かりが非常に多い場所でも、こういうね14グラムというヘビーな、フリーリグでも、根掛かりをせずにすごく、攻めやすい。しかもこのドライブビーバーの特徴でもあるバサラアクション、それにプラスして着底からのスライドアクションっていうので、今日はリアクションバイトを取ったっていう感じなんですけども、ヘビーな、リグでも、まあ、いいバイトを取れるので、まあ、このフリーリグっていうのね、ドライブビーバーと相性がいいので、いい超過が生まれると思います。はい。OSP の新しい虫です。痛い。冷たい。痛い。あいつ、吸うてましたよ。はい、移動してきまして、ちょっと夕方の、いい時間帯入ってきたんでちょっと巻いてみます。スピナーベイトのハイピッチャーマックスの、2分の1オンス。けど、はい、ピッチャーマックスの2分の1ですね。でちょっと濁ってたんでタンデムウィールを使いました。はい、太ってますね。お疲れ様でした。8月下旬の旧吉野川ということで、トーナメントエリア内で、実調を2日間やったわけですが、台風の濁りもありまして、2日間ともかなり厳しい状況でした。反応を得られたエリアっていうのは、まあ、水通しのいいようなエリアがほとんどで、まあ、特にバイトも、まあ、いい時間帯に集中していったかなっていう感じでした。まあ来月もまた実調もありますんで、いい魚狙って頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。